はい、どうもトッティでーす。今回は初代ガロ伝説ラスボスギースハワードに会いに行きましょう。むちゃくちゃ強いかな、このギースハワード。今回は海外版ガロ伝説フェイタルフィリーの方を使っていきたいと思います。今回はね、テリー・ボガードね、行きましょう。一人目、リチャード・マイヤー。サウスタウンにあるね、カフェパオパオのオーナーにしてカポエラ使い。ガロ伝説本編ではね、再登場は果たせなかったですが、 KOF のねマキシマムインパクト2で復活しました。いやいや、最初カポエラ使いってビビりましたもん。当時あんまりカポエラ使いってなんかなかったですもんね。しかもカポエラだからね、カポエラ本当に。なんかその後鉄拳とかでねメジャーになったんですが、2人目、マイケル・マックス。竜巻を起こすトルネードアッパーを使いこなすプロボクサー。ジャンプができないんですがね、それを補ってあまりある攻撃力とね長いリーチ。もうそしてトルネードアッパーマジ高性能ですからね、烈風拳ぐらい高性能。そんな感じのマイケル・マックスね。いやー、こいつも強敵でしたよ本当ね。まあちょっとキャラクターもね見てみましょう、こうやってね。でボーナスステージ、この腕相撲のボーナスステージね、他のハードではカットされてますね。3人目、タン・フール。ジェフとギースの師匠、テリーの師匠でもある。気の力によってねもうムキムキになってでかくなるんですよね、こんな感じで。で漫画版ではね死んでます死んでるのに結構スペシャルとかリアルバウトとかね、結構そんなあれにも出ております。人気キャラでございますよ。はい、ボコボコにした。で4人目、これも人気キャラクター、ダークキング。マーシャルアーツを使うモヒカン頭の青年。テリーと喧嘩してね負けて勝利するためにねいろんな大会に出ております。ネオジオ版の説明書ではリズムカルなコッポー使い。コッポーかいってなんか違うじゃん、ニュアンスが違いますよね。しかもこいつマーシャルアーツだったんだ、こんなモヒカンでね。ブランカみたいな攻撃ですよね、くるくるして飛んでくるってね。すごい人気キャラです、ダックキング。で2回目のボーナスステージ、こっからねかなりの高難易度です。マジ勝てねえから。準々決勝の相手、1番目のねギースの配下ムエタイ戦士。ジョーにねムエタイの試合で負けたことが原因で暴力事件を起こし、ムエタイ界を追放された。そしてギースに拾われました。このドラゴンキックがマジ強いから、あの酒飲んでね、あのラリパッパになった後にね、もうその後あのムエタイキック、ムエタイもうドリンク乗って酔っ払った後のあのドラゴンキックマジ強い。はい、ボコボコで。ライデン、6人目、ライデン2番目の中ボスです。ギースの配下の悪役レクサー。もともとはね人気の正統派レスラーだったんですが、タッグパートナーに裏切られて所属団体を追放され、人間不信に陥ってギースに嫌われます、ね、でも強いんですが、あのバンナックルとか残影剣でねあの突っ込んだ後にねいきなり投げられるとかね、マジはめられますからね、こいつらマジチート使いですからね。で3回目のボーナスではもはや無理ゲーです、はい、7人目、ビリーカーン。最後の中ボスです。ギースの側近の棒術使い。棒を振り回してね、マジ無敵状態になりますからね。あの棒ブン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 。ね、旋風コンでね、棒を飛ばすと、途端に選手総意します。で、あのね、棒を使っての中キック、マジ強いから、本当に。ビリー、厄介ですね。でも、ほらほら、戦意喪失してガードしてますからね。その間はもうマジ無敵状態ですから。もう意味がわからん、ビリー。もうチート級のキャラクターでございます。パワーウェーブでね、なんとかはめて勝ちましたよ。でも、あの、スーパーファミコンとメガドラ版ではね、ビリー、カットされてなかったですかね。いや、ビリーじゃない。いや、カットされてるよ。確か。ね。でも人気キャラなんですよね。で、その後こう、エンディングかなと思った後に、あの、連れ去られてね。もう、ハンナもう、うわあ、なんで連れ去られるっていう感じですね。もう、連れ去られていきなりこうね、悪いギースハラード。もう、いかにも悪人って感じですよね。ラスボス、ギース・ハワードです。主人公、テリーとね、アンディの宿敵、敵役でございます。ハワード・コネクションの総帥であり、サウスタウンの支配者、圧倒的な悪の風格と、異様なザ・悪人。もうマジ反射ですかね、反射ハワードですかね。
ということで、もう一発目よっしゃ勝ったで、これギーズ思ったより良いじゃねえかとか思ったんですけどね。他のあの家庭用バージョン、スーパーファミコンとか、あのうわそうそう、当て身、当て身最悪だけど、もうどっからでもね当て身してくるからね。あのスーパーファミコンとあのメガドライブ版、当て身してこなかったんですよね、正直。してくるけど、そしてこのレプーケ、あの3分の1減りますからね。でほらこのキック速いし、キック速いし痛いしっていう、レプーケもうすっげえ負けましたもん。ほら蹴られて、はい、よっしゃ、ああって思ったら、もうあのいける思うたら、もうレプーケと当て身の連続っすかね。ほらほら3分の1削られて、ああってマジ強いから、ほら下段も当て身だからね。しかもあの神反応、あー強え。何回この烈風拳にもう悩まされたことか、もうずっとストレートだよ。でそしてこれね、蹴られて落とされる。で30分ぐらいやりました、正直。そしてやっとその時が来た、ストレートで一発目取っていけるか、うわー当て身、みんなオラに力を。もう烈風拳早い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 、キックキックキック、おい、うわちゃっ、よし、いけ、あー怖い、アッパー怖い、いやいけ、うわやばい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 、よし、おっ、よし勝ちました、やっと勝ちました。ギーズのハワードね、マジ強かったっす、正直。マジもうほんま強かった。あの烈風拳でね、3発であの沈みますからね。で烈風拳我慢できず、あのこれ有名なシーン、あの烈風拳ね我慢できずね、あの突っ込んだら当て身で投げられるっていうね、もうマジ最悪な状態でした。今回はね海外版のネオジオの方でねやってみました。皆さんもどうでしたか。まあギース強いっすよね、マジで。今回はギースハワード、初代のね画廊伝説のギースハワードの方を戦ってみました。まあそれまでの道のりもね、一人目からね、ビリーカーンまでね、ビリーシーンって言いそうになったよ、ビリーカーンまでね辿っていきました。今回の動画はここら辺にしたいと思います。それではね皆様、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければねチャンネル登録、高評価、コメントなどもしていただければ嬉しいです。また他の動画も作りますので、そちらの方もよろしくお願いします。それではね、また次回動画お楽しみに。バイチャー。